つからせます。こんな感じですかね。はい。うまいに決まってるよ、これ。はい、どうも酒くずでーす。はい、ということでですね、今回はですね、暑いね、時期が続きますので、夏の秒殺飯。チャット食ってね、もうチャット食える、チャット作れて、チャット食える、チャット飲めるね夏の秒殺です。その名もですね、ヒューガ丼でございます。郷土料理なんですよね。郷土料理なんですけど、ものすごい美味しいレシピですので、やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、早速やっていきたいです。今日は秒殺飯ですかね。これがまたうまいんですわ。愛媛県の郷土料理になりますね。特徴的なのがね、このね、卵を使うことなんですね。海鮮丼なのに卵を使うっていう、これがね、あれなので、あれしていきたいと思います。タイのお刺身なんですけども、白身魚であれば大体美味しいです。ブリとかでも美味しいですし、マグロとかでも美味しいですよ。お好みのお刺身、まあ、今回僕タイが好きなのでタイでやります。 100g ぐらいですかね。今回切れてるものなんですけども、柵の方が鮮度が落ちにくいので、あれば柵の方がいいです。あとね、大葉、今出してないですけど、ごまとかを使います。はい、もうやっていきたいと思います。卵割って卵黄だけ取り出します。はい、卵黄だけ取り出して、このね、ボウルの中に入れちゃいますね。はい、めんつゆ使います。大さじ2弱ぐらい。これは3倍濃縮のめんつゆね。僕はね、ヤマスの昆布つゆ使ってます。お醤油を、これもね、大さじ弱でいいです。大さじ1もないぐらいで。はい、この割合が一番美味しいです。卵黄崩しちゃいます。はい、卵黄崩すことによって、この卵黄だれを作っていくんですね。どこどことね、つけていきます、これはね。はい、卵黄だれにですね、漬け込んでいくんです。10分ぐらい、15分ぐらいで、結構ね、いい感じに浸かりますんで、浸からせます。本当はね、なんかね、お砂糖とか使って、甘い醤油使ったりもするんでね、今回はね、簡単にめんつゆで作っちゃいます。こいつはですね、このまんま、冷蔵庫でちょっと冷やしておきます。いつもツイッターで言ってるのは、白身ね、飲んでくださいって言ってるので、今回はウイスキーのカクテル、飲んでいきます。このつま、胡椒ね、ちょっとね、振っちゃうんです。これ胡椒ね、胡椒パラパラと振っちゃいます。はい、そして味の素、ごま油ですね。ごま油もうないですね。少しラー油垂らします。はい、うまごま油と味の素と塩さあれば何でもくるもん。まあ、5分経過しました。はい、あと10分は砂糖のご飯を温めるとかに使いたいと思います。はい、じゃあご飯が温まりましたので、持っていきたいと思います。無限つまぐうますぎし、飲みすぎし。まあまあ、ご飯はね、こんな感じでね、適当にちょっと、さっき漬け込んだ漬けです。この漬け込んだ漬けを、じゃあね、持っていきたいと思います。まあ、こんな感じで、こんな感じですかね。はい、うまいに決まってるよ、これ。ひそかに刻んでおいた、おしそをね、おしそをのせます。こんなうまいでしょ。残ったこの卵黄だれ。これはね、お好みです。これ全部かけるとちょっとしょっぱいかもしれないですけど、まあ人によっては多分それぐらいでも。まあ、僕は酒飲みなんでね、全部かけちゃってもいいんですけども、ここをね、ちょっとたらーっとね、垂らしてあげると、ご飯にも、この卵黄だれが染みてですね、非常に美味しい。最後ね、ごまをかけてあげてください。はい、そうするとね、見栄え的に非常に美味しそうになる。ヒューガ丼の完成でございます。はい、それではできましたので、早速食べていきたいと思います。いただきます。あー、ちょっとね、なくなっちゃったので、これ台湾唐揚げの時に使った国マレーなんですけども、あの時僕国マレーって肉ぶったたいてたんですけど、このね、国マレー酒造さんがね、すごい心が広いから面白かったですって言って送ってくれたので、今日はこれ飲みたいと思います。冷やでいきたいと思います。はい、いただきます。あ、うまいね。いただきます。マジか、マジか、うめえ。うまいに決まってるよ、そんなもん。だってもう卵黄に刺身だよ。お刺身に入ってたこのわさび、ちょっとね、やっぱコクがあるんでね、卵黄のコクにはわさび、これです皆さん。
さんどうですか。あ、ありがとうございます。非常にうまい。たまらんぞこれは。この後でね、白だしかなんかちょっと沸かしたあのつゆを少しかけて、孫茶っていうんですけどね、孫茶にしていただいてもいいかなっていうふうに思います。意外とね、合うのがね、テーブル胡椒ですね。ちょっとね、かけていただく。本当は一番いいのがホワイトペッパーなんですけども、白身魚とホワイトペッパーの相性ってものすごいいいんですよね。うん、胡椒が加わることでお魚の持ち味がね、引き立つんですよね。僕あんまり魚レシピやらないんですけども、これ大好きで本当に美味しい。うん、ぜひ皆さん、ものすごい簡単なんで、ものすごいあの美味しいのね、ね、いい作ってみてください。これはですね、僕あの結構千葉 の、 あの鴨川とか行くと、鴨川行った時に行った、本当にその海鮮丼が有名なところで、ぜひホワイトペッパーをかけて食べてくださいって言われた時にかけたらものすごい美味しかったっていう、そこから来てるんですね。